戦闘開始だ。Don't waste my time.薄暗い路地裏をおぼつかない足取りで歩くボロをまとった女。体は薄汚れ、髪は乾燥して毛羽立っています。もう何日も食べていないのでしょう。骨張った手は自然と空っぽの胃を押さえていました。しかしその目にはかろうじて輝きが残っています。視線の先にある大通りの華やかな様子が映っていたのです。交易でもたらされた富をめぐる活気のある取引が、着飾った男女の向こうに見える戦闘を要した麗しい宮殿が、近いのに遠すぎる光景を女はじっと見つめます。味わってみたい、そんな女の心を見透かしたのは全てを見通すと評判の占い師。影よりも黒い衣と艶やかな長い髪を揺らし、静かに女へと近づきます。占い師はひそやかに囁きました。今晩身なりを整えて海辺で月を見上げなさい。そうすれば今の生活から連れ出してくれる運命の相手が現れるでしょう。その言葉は隙間だらけの女の心にするりと滑り込みました。女は占い師に言われた通りに水浴びをして髪をくし削り、できる限りいい服を繕って海を訪れます。評判の占い師の助言とはいえ、こんな方法で本当に今の生活から抜け出せるのでしょうか。仰いだ月は光々と輝いて、うまくいかずとも散歩に来たと思えばいい。そう自分を慰めていると、あの熱を帯びた瞳の身なりの良い男が現れました。女には月明かりが彼だけを照らしているように映ります。待ち人到来か、女は息を呑みました。さっさと蹴散らそう。
月夜の海辺でみすぼらしい女と身なりの良い男が見つめ合います。君ほど美しい女性を見たのは初めてだ。男は女のまとう衣服など関心がないようにそう告げました。はにかむ男の襟元で輝く宝石の装飾、袖口にきらめく金糸の刺繍や貝のボタン、女は確信します。彼こそが占い師の告げた今の生活から連れ出してくれる運命の相手ということに。彼女の言葉は本当だった。女は今すぐに歌い踊り出したい気持ちになりましたが、ぐっとこらえ男の次の言葉を待ちます。男は自分が貴族であると名乗り妻になってほしいと手を差し伸べました。この手を取れば食べ物に困らず、もう惨めな思いをすることはなくなるでしょう。女は骨張った指を彼の手に重ねました。私が卑しい貧民であると彼は気づいているだろうか。女はその疑念を心の底に沈めます。男はそんな彼女の痩せこけた体をたくましい腕で抱き寄せました。さあ夢のような日々の始まりです。翌日、女は小さな天幕を訪れました。天幕を聞いた占い師は微笑み、よかったわねと祝福します。そして続けて忠告を口にしました。その幸せを手放さないためには、決して相手に疑いの眼差しを向けてはいけませんよ。占い師の神秘的な瞳は怪しく輝き、何もかも見透かすよう、そんな視線を受けても女は幸せを確信しているのでしょう。物おじすることなく、もちろんと返します。しかし占い師は優しく念を押しました。決してね。さっさと蹴散らそう。Don't waste my time.男との結婚は女にとって満ち足りたものでした。生まれてから路地裏での生活しか知らない女が初めて得た幸福、その生活を守るため女は献身的に尽くし、家事も使用人以上にこなしました。しかしある日、夫の留守中、女は掃除していた絨毯の下に
隠されていた紙切れを見つけてしまいました。脳裏に占い師の声が蘇ります。決して相手に疑いの眼差しを向けてはいけませんよ。一度は躊躇したものの、女は紙を拾います。紙には様々な筆跡で文字が書かれていました。それは借用書でした。男は法外な利息で金を貸し付ける高利貸しで、人々から金を巻き上げていたのです。女は貧しい育ちだったため文字は読めませんでしたが、それが後ろめたいものだということくらいは分かりました。それでもこの生活が続くなら是非などどうだっていいと思いました。何より女は男のことを愛していたのです。気づくと帰宅した男が血相を変えていました。めくられた絨毯、女の手には紙切れ。それで理由はこと足ります。まさか密告する気か。凄まじい剣幕で迫られた女は必死に首を振ります。しかし男は借用書を取り返すべく女を突き飛ばし、床に置かれた壺に頭を強打した女は派手な音とともに血にまみれ、ピクリとも動かなくなってしまいました。Here I go. Sento Kaishi da. こうなることも分かっていたな。妻を殺めた男はその足で占い師の天幕に怒鳴り込みました。息は乱れ、目は見開かれています。今にも占い師に飛びかかりそうな勢いでした。騒然となる通行に、しかしそれをよそに占い師は不敵に笑います。だから言ったでしょ、決して疑いの眼差しを向けてはいけないと。月下で男と女が出会ったあの日、彼もまた占い師の言葉を得ていました。海辺で月を見上げる女こそ運命の相手。その女に決して疑いの眼差しを向けてはいけない。そう、二人は占い師の手のひらでその運命をもてあそばれていたのです。怪しく細められた瞳、いたずらな指先、ベール越しにもわかるその微笑。男は占い師の真意に気がつきました。激怒もあらわに飛びかかる男、しかしその拳が届くことはありません。妻殺しの罪人です。
占い師の冷淡な声。それに従い潜んでいた衛兵たちが見る間に男を羽交い締めにしました。あなたが彼女を疑いさえしなければ幸せでいられたのに。絶叫とともに引っ立てられる男を横目に、占い師はベールの下で口元を歪めます。それは恍惚の表情、まるで甘美な果実を味わうような。